シトレーナーとマイル君、先ほどベーシックトレーニングを披露してくれたペアです。マイル君6歳の男の子でございます。いやー、こんな可愛らしい椅子も出てまいりました。どんなダンスを見せてくれるのか本当に気になるところでございましょう。もう本当にこれはね、一つ一つ見逃さずに見ていただかないと、一個見落としたってことになっちゃいますよ。今日はハバネラで皆さんにダンスをご披露させていただきます。それでは参りましょう。ミュージックスタート。皆さん、後ろの方々まではっきりと音を聞こえた音が聞こえてるでしょうか。音楽がスピーカーの横から流れている。そしてあの距離感の中でしっかりと水質に入ってまいりましたね。私、前で練習をしなかったんですけど、本当に聞こえましたでしょうか。さあ、こちらは前でサイドステップが入っております。決して皆さんの後ろから誰かが指示を出しているわけではございません。距離感全てをしゃみながら、マイル君が一つ一つ技を繰り広げておっております。さあ、こちらはラージサーブ、一度ゴールと言われると入るまでは、サインを取りました。分かりましたでしょうか。あれだけトークを回っていながらも、瞬時に深いゴールに技を決めてくるあと、さすがでございます。スピンからのバックハッチを、そしてスピンが入ってまいりました。テンションを上げてまいりましょう。さあ、マイル君が前に、ここは椅子の間周りをぐるぐると回ってくれてます。はい、椅子に注目。ああ、ここからダンスなんですよ。あっという間だったんじゃないでしょうか。ボクシングで言ったら1ラウンドですよね。あれ、1ラウンドってこんなに短かったっけと思われた方多いんじゃないでしょうか。ここ一人の後